山花駅は台湾桃園市や下家区にある桃園機場早雲の駅。駅番号は A10。計画時の駅名は三脚だった。県市合併前の所在地は足竹号山花村。ホームホームは地上3階にある。相対式ホーム2面2線の高架駅。ホームドア設置駅。出口は東側の南山路3段に一つ設けられる。 停留所は、早雲山花丹のほか、山花、大理新村も、利用可能。北部気象早雲山花丹、村民、まさな成功、自由時報、http コロンスラッシュスラッシュ news.ltn.com、new com テイラー・ワッツ、ニュース、ローカル、ペーパー、312403ABC、空港船来月2日に、 プレ開業1ヶ月間無料で乗車可能。台湾。フォーカス台湾。http コロンスラッシュスラッシュジャパンドット c n a c o m テイラー・ワッツ、ニュース、エードラ、2017億125万10アスピックス、ハット機上早雲各社か単出入口示せ糸と。アーカイブド2016年9月18日。アット・ザ・ウェイ・バックマシン。桃園市政府新聞書。 2019公演公席提案競サ祭提案受給名医環球委員退下登場機場早やう及び天井集なタゲう財団法人公共関係基金会 PQ P11 2019年9月15日閲覧ありがとうございます